12時45分です。お水もお茶もあり。どうするこれってさ、普通にさ、トイレもしたいからさただの思わしちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、え、待って、スリッパが濡れちゃう。いや、まあ、でもそれ洗えるから大丈夫ちょっと待って、見たかなあびっくりした。うちの家に言っといた方がいいよね。いや、待って、でも待って、でも発生じゃなかったらどうしようこれで発生じゃなかったら恥ずかしすぎなんだけど。破水したかもしれないんですけれども、はい、お願いします。いやー、どうでしょういやー、すまんね、遅い時間に、ね、すいません。よし、行ってきますか。あ、すいません、じゃあ気をつけて。はい、ありがとうございます。はい、では病院に行きまーす。いや、なんか痛い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 ってなってればもう、あ、いよいよなんだなっていう、ね、感じはするけど、まだこの夜中のうちにね、すべてが終われば、あー、そうね、朝までにみたいなね。そしたらね、もう、うん、万歳だけど。最初に左側インターホンで、行っちゃっていいの？うん、一旦荷物を取りに行ってくるから待ってて。そうね、うん、じゃあ行ってきます。じゃあね、バイバイ。つむたの時が陣痛始まりだったから、破水始まりが初めての体験でちょっとびっくり。もうちょっと出産レポ読んで落ち着いたら寝ようかなって思います。おはようございます。6時20分ぐらいに朝の検温と血圧測って、であと NST をやりました。陣痛は来てないですね。じゃーん、朝食が来ました。いただきます。はい、では診察に行ってきます。はい、診察に行ってきました。これから促進剤を使うことになりました。なんだろう、全然陣痛につながらない、今子宮口も2センチくらいかなみたいな感じで、明日来るか来ないかみたいな感じになりそうな感じなので、もう早めに、早めにっていうか今日のうちに促進剤使って産むかみたいな感じの相談を先生とアピとも LINE でしてたんですけど、そうしようってなりました。なのでこれから促進剤になります。どうなるんだろうっていうのがちょっと怖いんですけど、頑張ります。陣痛促進剤、あ、はい、じゃあこちらは持ってます？持ってないです。あ、じゃあこれちょっと読んでサインしていただいてもよろしいですか？はいはい、じゃあすいません、あれちょっと先生に確認してきますね。はい、鎮痛促進剤の説明と使用同意書、サインします。で、痛みが強くなってきたら内診するので言ってください。一応30分ごとに点滴増量していくので、はい、その時お休み伺いますね。あとで横になっていいんですけど、とりあえず仰向けでお願いします。はい、急に痛くなる。大丈夫ですよ、急には痛くない、徐々にって感じかな、うん、でも痛くなるとしても大体昼前ぐらいかな、うん、ほんと徐々に徐々になんで、うん、薬だから飛び立てて痛いってわけじゃないんですよ。あ、そうなんですか。うん、自然の痛みをこう誘発する感じでやるので、うん、別に薬が入ったから痛いんじゃなくて、自然の陣痛を誘発して強くしてるだけなので結局は一緒なんです。あ、うん、
じゃあまた来ます。横向いたりしても大丈夫です。あとお薬今用意しますね。はい、ありがとうございます。おはようございます。お願いします。大丈夫かな。どうしたの。これ開けてお水もお茶もあるよ。はい、あ、いい子。はい、じゃあちゃもくんバイバイチュー。バイバーイ。バイ。遊んでこいよ。バイ。あ、痛い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 。うん。痛い。10分間隔。痛いね。時間が。痛いのが来てる。え、何段になってる？ん？今まででもね、35とか。泣ける。30でも上がってきてるちょ。あ。ん？もう。ピョーンってなってる痛み。あ、そうか。10分間隔ね。時間？さあ。11時17分。あ、止まっちゃって。合ってるよ。今73まで。まあ、90はないだろうなって感じの。まだサッサッサ必要ないけどね。そうだね。どの体勢の方がいいのか、陣痛が和らぐのか検証します。いや、まだ余裕があるね。あ、痛くなってきた。音がしなくなっちゃったね。これがさ、やっぱね、座ってるとほら早は座ってる体勢強すぎ。いいいいバカ違う。あれ、はんなりママさんのやつ見たんですけど、違うわ、やばすぎ。こんな必殺技あったならやればよかった。いやでも横になってるとやばいわ。横、痛みに全集中みたいな感じになるけど、座ってると分散される。来たかもしれん。来たかも。チーズ。ご飯かと思っちゃった。間違う。どんだけご飯食べたいの。ごちそうさまでした。じゃあいただいちゃいますよ。どうぞ。うー、あ、来たかも。あ、来た。頑張れ。でも常に100過ぎてわかる。ピントが、あ、はい、12時13分、はい、で、今5センチ
折り返しじゃない、折り返しじゃないのか、これで全開してからがまた山場だからね、うん、そうだね、うん、マジで寝た体勢は無理やばい、ちょっと待って、つむたの時寝た体勢なんかで耐えてるからあんな痛いんだよってもう当時の自分に言いたい差がやばいもんね、なんか、うん、まだ序盤の方ぐらいの痛さ、ね、な痛いって言ってる感じがするけど、うん、意外と今がもう結構マックスだよね、数値的には ね数値的にはね、寝てるとマジでうわーって言いたくなる、あー痛みきたな、よいしょ、あ収まった、座ってる方が楽なんでしたっけ、でも分娩台で座れるんだから、座れます座れます、あじゃあだったらいいですかね、はい、じゃあご主人ご飯食べたら向こう行きましょうか、でいいの、あ、うん、ちょっとこれ動かして、はい、後でこれ持っていけばいいですもんね、ご主人場所だけ把握しといてもらって、はい、わかりました、でまた戻ってきてご飯食べる的な感じでもいいですか、はい大丈夫です、じゃあご主人三脚などもね、あ、はい、やっていかなきゃですね、すごい準備いいですねはい、来ちゃった、来ちゃったね、来たね、あそっか、大丈夫、止まる、押す、あ押してもらった方がいいんじゃないかな、仙骨っていうかあのお尻の割れ目の方ぐーっと強く、ぐーっと思い切ろう、なんかね、分からない、分かんなくなってきちゃった、息に吐いてね、息止めちゃうとダメですからね、はい、じゃあご主人は緑のスリッパ履いてもらえれば、はい、そのまま出入りできます、はい、じゃあ行きましょうね、よいしょ、よいしょ、こちらに進みましょうね、でご主人出入りあの自由なんですけど部屋間違えないようにしてくださいね、隣も人入ってますんでね、はい、あ、昨日と一緒なんで、あ、昨日と一緒、はい、じゃあここに寝てもらいますね、はい、よいしょ、はい、じゃあこの、はい、お尻乗せて、よいしょ、で、枕の方、あ、そうか、座りつき、トイレ行きたい、行っちゃう、あ、さっき行ったばっかだよね、さっき行ったんですけど、うん、壁打ちじゃない、あ、じゃないですね、じゃあいいですよ、じゃあこれ行きましょうか、はい、はい、じゃあトイレ行ってきましょう、ここ一応回しとくよ、うん、まだちょっと早いかもしれないけどね、じゃあちょっとパパッと取ってきちゃうね、うん、ならなかったの？ならなくてどうやって産んだの？なんかもう気づいたら全開で、うん、もう行きんでいいよみたいな感じになって、うーん、あー痛い、うん、行きみたくないって言われるからまに行きんだって感じか、あーそうです、なんかお尻押してもらって、あーいいです、いいです、大丈夫です、ちょっと待ってくださいね、今水通るとかあった方がいいかな、うん。
ました。多分ちょっとこれから診察させてもらいますね。深呼吸して、もう一回深呼吸、大きく息吸って止めて力入れましょう。お尻のこっちですよ。そう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 、上手です。ぐーっと、そうです。ぐーっと、そう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 、すごい、もうお上手です。もっとこっち、はい、すぐ吸い直して、もう一回、そうです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 、上手です、上手です、上手です。はい、もう一回せーの、はい、よいしょー、あーすごい、上手ですね。いいです。もう一応先生に声かけてもらってよろしいでしょうか、はい、すいません、わかりました。上手ですよ。もう一回、もう息まなくていいです。はーはーにします。
2718g ですね。一人目と思ったら奇跡だね。奇跡だ。すごい。微妙な調整して出てきた。すごいね。かわいい。え、何笑ってるの？
に行こうって可愛いね。ニコーって、うん、ちっちゃいね。ちっちゃくない？うん、そうなの。パチ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 。ん？ん？かわいすぎるに。いや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 。